日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日はさっぱり、ザーザー、そしてコンコンについて。コンコン、はいはいはい、日本語コンテッペイオノマトペ、今日も3つのオノマトペを説明します。まずさっぱり、はい、少し暑い季節になってきましたね。まだまだ寒い日もあるけど、まあ春ですから昼はとても暖かい日が増えてきました、ね、皆さんの住んでいるところはどうですか？暖かい日、特に暑い日ね、暑い日はちょっとさっぱりしたものが食べたくなります。さっぱりしたもの、さっぱりした食べ物というのは、ちょっと油がないような食べ物ね。油がない食べ物、はい、さっぱりした食べ物、例えば天ぷらは全然さっぱりしてないですね。天ぷらはちょっと油が多い、ね、ちょっとこってりしてますね。こってりっていうのはちょっとこう油っぽい感じ。例えば豚骨ラーメンはすごいこってりしてる。さっぱりは逆ですね。さっぱりはあっさりと同じ、あっさりさっぱり、これはちょっと涼しい感じ、ちょっと軽い感じね。例えばさっぱりした食べ物、まあそば、冷たいそばとかさっぱりしてますね。あとはちょっとこうレモンのようなもの、レモンのようなものが入っているもの、例えばうどんね、冷たいうどんにちょっとこうレモンと醤油みたいな食べ方はさっぱりしてますね。さっぱりした、なんでちょっとシトラスのような味、これをさっぱりと言います。次、ザーザー。ザーザーは全然違う意味ですね。ザーザーは雨です。雨、強い雨。この前、前回かな、しとしと、雨がしとしと降るということを説明しました。しとしとというのは小さい雨で、ザーザーというのは強い雨です。日本では6月にたくさん雨が降ります、ね、ザーザー雨が降る。最後にコンコン、コンコン、これはこういう音ですね。コンコン、もっと軽いかな、こんな感じ、コンコン、ドアをノックする音、ね、コンコン、誰ですかみたいな、ね、コンコン、ドアを軽く軽くね、こんな感じ、強い音、なんかドンドンみたいな感じ。コンコンはちょっと軽いです。これぐらいかな。ちょっと難しいですね。漫画を読めばわかると思います。小さい音はコンコンで、強い音はドンドン、ね、そんな感じ。漫画を見ればすぐに出てくると思います。オノマトペを勉強するためには漫画がおすすめです。もし好きな漫画があれば読んでみてください。それではチャオチャオアスタレゴ、またねまたねまたね。またね。